まあ今日月曜日で、この福音には何、2回、ね、この役人はね、下るからこそ、下っていたからこそ、彼が、信じたと。自分を出て、本当に自分の立場、自分のところから降りて、謙遜になったと。これは私たちの道。毎日毎日。今週も、私たちの前に開かれるこの新しい週は何だ？私たちの流れでは私たちを待っているのは何ですか？下ること。降りること。減り下ること。これです。そしてイエス・キリストはすごいね。怒っていたね。まあ、もうあなた方が印を見ないと信じない。けど、にもかかわらず、癒した。大きな慰めだと思います。私もみんな、何回も、心はあんまり減り下りくた。なんか、自分のその状態を出たくない、自分の考えとかなど、もう、なんていうの、縛られていて、ものすごく難しい。だから、知るしね、ある意味では私たちの自由を消して、私たちが無理やりに信じるように、もらいたいなんていうのは、大きな印。ね。もう、信じるしかないという印。その印の前にね。しかし、キリストはそうじゃない言葉を言う。アブラハムに語った言葉と同じように。だから、この人は言葉に信じて帰った。まだ何も見なかった。そして、言葉が言われた通り、その時には、その同じ時刻には、だからこの言葉には力がある。これは本当の印。まだ私たちは多分それをね。本当に今日、あなたの息子、つまりあなたの心の中にある神の子の、その態度、その謙遜の、その奉仕の、ね、の本質が癒されると信じますか？信じたら、今言われた途端に、あなたが神の子となる。だから、本当に信じるように、謙遜になって、もうすべてを吸うて、印を頼まないで、その、私の人生、私の弱さそのままでいいと、いう確信を持ちながら、主よ、憐れんでくださいという祈りを、本当に自分の虚しさ、なんか、へり砕かれた心を持って、祈りましょう。